ども、大好きです。あのー、先週ね、えー、っと、配信のルールについて、週末動画を出しますって言ってたんですけど、すいません、週末に出せませんでしたね。週の始まりの日曜日に出すということで、はい。遅れましたけれども。もう本題から入りましょうかね。まあ、配信のルール。まあ、これ、よく考えても当たり前なのかなっていうルールになりますけれども、 はい。こういう感じで決めました。まず1ですね。視聴者さん同士の誹謗中傷、不快な書き込みは、まあやめていただきたいということなんですけれども、まあ、私のね、配信ではそんなになかったと思うんですよ。視聴者さん同士のやつは。はい。まあ私に対してね、厳しい意見とか、まあ時に人によっては誹謗中傷と捉えられるんじゃないかっていう書き込みもあったんですけど、それはもう私、配信者なんで、 それはもう自由にやっていただいて、はい。いいんですけれども、まあちょっとね、やっぱり視聴者さん同士はちょっと控えていただこうかなと思いまして、というのはやっぱり、私は一応配信しているので、その、視聴者さん同士でそう、その、やりとりが盛り上がってしまうと、ちょっと配信がですね、なんていうんですかね、うまく流れないというか、はい。一応この、私が配信をしているので、 うん。視聴者さん同士で喧嘩とか始まっちゃったりすると問題かなと思いまして、それはもうちょっとやめていただきたいということですね。はい。まあ、例えばどんなことがあるかっていうと、まあ、具体的なことを言うと、まあ、ね、過去にこういうことがあったっていうことをまたぶり返してしまうので、まあ、例えば A さんと B さんがいますと。で、A さんはちょっと B さんのことが気に食わないと。まあ、どういった理由があるかはま、置いといて、 全然関係ない場所で気に食えないことがあって、B さんを気に食えなかったのかもしれない。で、はい、A さんと B さんがチャット欄に来ましたと。で、そうなると、もう A さんは B さんがいるだけで嫌なわけですよ。だからもう B さんになんかちょっと行ったりするっていう状況はもう避けてほしいんですよね。これどうしたらいいのかっていう問題なんですけど、視聴者さん同士みんな仲良くしてくださいと言いません、私は。これだってもう、 いい大人ですからね、皆さん。まあ、10代の方もいますけど、それも嫌いな人は嫌いでしょうがないですよ。うん。嫌いな人を無理やり好きになってください、と私は言わないっす。なので、ここはもう、配信内でですね、そのなんか文句を言ったり、するのはもうやめていただきたいんですよね。B さんのこと嫌いだから、もう B さんがいるならもう、配信来ないわ、とか、そういうことをわざわざ書く 必要はないじゃないですか。もう、いたんなら、諦めない人いるから、もう、そのままもう、去ればいいわけですよ。はい。だね、だ私と関わった人に、自分の、ちょっと苦手な人がいるとか、そういう場合は、もう、その私と関わってる、時があるわけですよね。その時、 見たくないわけですよね、多分その人にとっては。もうそれはね、もう見ないという選択肢を取っていただくしかないですね。うん。それをわざわざチャット欄に書き込むと、その言われた方はやっぱりカチンと来るのは当たり前じゃないですか。で、カチンと来てしまうと、もうその人もこの配信に来たくないっていう風になっちゃって、もうごちゃごちゃになるわけですよ。だからそこは大人の対応をお願いしますっていう感じですよね。だから、 これどういう問題が出てくるかっていうと、どう、なんでこういう問題が出てきたかっていうと、やっぱりね、配信するんだったら結構ね、もうね、見てくださる方が増えてき,きましてね、これありがたいことなんですけどね。そうなるとやっぱり、そら、視聴者さん同士で、好み、もう出てくるじゃないですか、おそらく。みんながみんな、みんながみんなに好かれるわけじゃないですし、いや特に私の場合は、あの、 このように社会不適合者なんで結構厳しい意見を言ってくれる方もいるんですよ。その厳しい意見を私に言うこと自体が嫌だっていう人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、そこは私は許してるというか、それはあってほしい部分なんですよ。あの、いわゆるイエスマンばっかり集めて裸の王様になりたいわけじゃないんで、私がだから配信に遅刻したら厳しく言ってくれる人がいてほしいし、まあ、もちろん遅刻しないのが一番いいんですけどね。 なんか私が間違ったことを言ったら、まあ私は、私なこの前の配信で、とんでもない発言しちゃいましたよ、視聴者さんに。女性に対して年齢でいじるっていうね、最低の、もう昭和初期の、昭和初期でもそんないじり方してる人いないかもしれないですけど、まあ古いいじり方ですよ。年齢いじり。しかも、異性に対して。全然面白くないですよね。うん。これをしてしまった時に、もう皆さんに、 かなりのお叱りを受けたんですけど、それはあってほしいですよね。その時にもしイエスマンばっか並べたら、まあそのぐらいいいんじゃないですか、大輔さんっつって。全く私は直せないわけですよ、自分の悪いとこは。だからそういう意見はいいんですけど、だ市長さん同士で、喧嘩とか誹謗中傷、だからまあそうですね。 もう視聴者が明らかに間違ったことを言った時にそれを指摘する。これはまあありだと思うんですけど、それをなんか喧嘩越しに言うとか。うん、そういうのはやめていただきたいですね。うん。まあだから、そういうことはやめていただきたいということ。あと2番ですね。配信外で得た個人の情報の書き込み。これはどういうことかというと、まあ例えば、視聴者さんでもツイッターとかやってる方とかいますけど、そこに書き込まれた個人情報とか、 私的な情報を私の配信で他人が書き込むとか。それはちょっと違うのかなと思いましたね。私もでもね、配信者だからいいかっていうことで言っちゃうときあるんですよ。あ、まるまるさんこんばんは。ツイッター見ましたよ。まるまるですね。みたいな。これもね、ちょっと最近どうなのかなと思ってきましたよ。いや、それは、その人はツイッターでオープンにしてる情報だから、別にどこに行ったっていいじゃんっていう思いもありつつも、いや、 私の口から言うことでもないのかなっていうこともありましてね。うん。だこれもちょっと控え、これはね、禁止というよりもちょっと空気を読んでいきましょう。これは私に対してもそうですね。私もそうですね。私も気をつけないといけないところですね。例えばまあ、ツイッターだけじゃなく、その、ゲーム機つけたらフ、フレンドがどんなゲームしてるかだいたいわかるわけですよ。で、丸丸さんいつもこのゲームやってますねとか、私つい言っちゃうんですけど、 あれも考えのうちは、考えのうちはというか、結構不快だったりする気がしますね。うん。自分がもし言われたと考えたら、大介さんいつもテトリスやってますねって言われたら、あ、まあ私も配信でやってるし、まあそうですね、テトリス好きなんですよってなりますけど、わざわざ言う必要もないのかなと思いましてね。<laughs> 私がこれ悪いんですけどね。うん。あ、丸、ま、松さんなんかいつもこのゲームやってますねって。あんまなんかいい気はしない。 そういうのもまあ、できればやめていただければという感じで。はい。で、警告して改善されない場合は、もうこれはね、私はね、こういうことしたくないんですけど、ブロックをするしかないのかなと思いますね。もう、やめてくださいと言ったことをやめられない人はもうブロックでしょ。これはもう、申し訳ないですけど、はい。すいません。そんな感じですね。 なので、そうなんですよね。これだからね、うん、全部見てわかると思うんですけど、私が巻き起こしたことなんですよね。私は自分自身が、あの、何言われても響かないって言ったら語弊ありますけど、響くんですよ、響くときは。はい。だから結構すぐ忘れちゃうというか、だから割と皆さん忖度なしで何でも言ってくれるんで、それがまあ私にとってはすごい楽しい配信だったんですよね。うん。だけれども、それ、 を見ている視聴者さんが私と同じメンタルかっていうと全然違うじゃないですか。うん、大輔の配信を見てて、大輔の配信に参加している人は別にこのぐらい言われても OK っしょみたいに思ってほしくないわけですよ。はい。私とはもう別の方なんで。全然違うんでね。なので私に対して言うノリで視聴者さん同士でやり取りするとちょっとトラブルが起こる可能性あるんですよね。視聴者さん同士もね、信頼関係ある。 人同士だったらいいと思うんですけど、ここがだから難しいですね。視聴者さんどうしてもだから、うん、プロレスみたいな感じのやりとりで面白くなってる時もあるんで、ここが難しいんですけど、もう明らかになんか、全然面白くもない、単なる悪口じゃないかみたいな。そういうのはもうやめてください。はい。まあだからもう、突然来て、 その対象者に悪口を言って去っていくとか。ああ、もうこの人いるんだったらもうこの配信いいわとか。そういうのはやっぱり書く必要がないんで。思、思うのは自由ですよ、全然。思うのは本当自由なんですよ。わざわざ書き残していくっていう必要はないよねっていう話をしたんで。はい。これはお願いします。はい。私に関しては全然もう何でも。はい。大丈夫ですよ。うん。あ、もちろんそれ言われてカチンとくることも。 あるでしょう私も人間なんで。その時は私がもう本人なんで。おいっつって言いますし。あんまりだからガチガチにね、完全なるルールは作りたくなかったんですけど、あまりにもちょっと自由すぎたんかなと思いまして、ちょ、っと今回、こういう感じで、ルールを設けさせてもらいました。はい。うん。結構まあ、これは、他の配信者当たり前にやってることみたいですね。はい。なんかね、モデレーターっていうのをつけて、あのー、 コメントの制御をしてる配信とかもあるみたいで。はい。まあそれもね、一理あるんですけど、それをつけることでなんか逆に荒れる場合もあるみたいで。はい。モデレーター同士の権利争いなんですかちょっとよくわかんないですけど、そういうのもあるとかないとか聞いたことあるんで。とりあえず私はもう視聴者さん同士の自主性に任せますけど。はい。もう私のね、 配信の視聴者さんって結構若い人もいるっつっても、基本的にやっぱり年齢層が、うん、上なんで、はい。そういうことでよろしくお願いします。ということで今週ね、配信をスタートしようと思ってるんですけど、あのー、まずね、チャット欄書き込みなしでいき、い、いきたいと思います。書き込めない状態で配信一回やってみたいと思います。つまんないと思いますよ。皆さんの書き込みあっての私の配信なんで。 私が一人で喋ってるだけっていう配信、一回それ、そこからスタートしてみてれます。はい。よろしくお願いします。